日本の家計を圧迫する物価高、中でも食料品価格の高騰は多くの家庭での生活の質を直撃しています。それも家庭だけでなく学校給食もこの影響を大きく受けています。今回の動画では岸田総理がどのようにこの問題に取り組むのか、そして国が家庭をサポートするための新たな提案とは何か、詳しく解説していきます。それと個人的にいやいやと感じたこともお伝えします。岸田総理は都内のスーパーで物価高に直面する食料品売り場を視察しました。その影響を受けて給食事業の受託事業者の負担を軽減するため、岸田総理は保護者や子どもたちにしわ寄せがいかないようにするためにはどうしたらいいのか、できることから実践したいとコメントしました。そして岸田総理は給食事業の維持のための具体的な策として地方交付金の追加を示唆。この策は給食事業を通じて地域社会全体の支援となり、物価高の中での学校給食の維持を目指すものです。さらに子ども家庭庁が提供するベビーシッターの利用割引券が10月17日から再開されることも発表。家庭の支援をさらに強化するこの政策は子育て中の家庭にとって大きな助けとなるかもしれません。物価高という課題に直面し、政府が家庭を支援するための様々な手段を考えていることがわかります。まあそれはいいことだとは思うのですが、今回の総理のスーパー視察は政治的パフォーマンスと取られても仕方ありません。なぜならスーパーの価格を知りたいのであれば誰かに尋ねたらすぐにわかることです。それにスーパーに日頃から通っていなければ価格の上下を肌で感じることはできないのではないでしょうか。わざわざ時間を作っての行動も時と場合によってはイメージを下げることもありますので、支持率を回復したいのであればもう少し国民の立場に立って行動する必要があるのではないかと思います。以上で終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。